地域政党舞鶴代表の森本隆です。地域政党舞鶴の経済対策をお話しします。舞鶴市は12年間、交流人口300万人、経済人口10万人都市、舞鶴を掲げてですね、何十億円も観光事業や舞鶴市以外の事業者を儲けさせる、無駄な投資ばかりをこれ続けてきました。その結果、人口は1万人も減少させですね、市税収入を35億円も減少させました。またキリンビバレッジ、ジャパンマリンユナイテッド、舞鶴の2大大企業が撤退するなど、舞鶴の経済はボロボロになりました。これらは舞鶴の失われた12年間と呼ばれております。これらの主な原因は一つ目、舞鶴の投資をですね、観光関連に一極集中し しすぎたことですね。二つ目、舞鶴以外の企業を優遇し続けたこと。三つ目、舞鶴の地元企業の優遇はズブズブと呼ばれる特定の事業者だけをこれ優遇し続けたことなんです。この3つの原因によりですね、本来舞鶴市内に回るはずのですね、たくさんのお金が適切に舞鶴に循環しなくなったんです。大半のお金がですね、市外の事業者へ流れて舞鶴には還元しなかったことで、舞鶴の経済はガタ落ちしたんです。舞鶴の経済をこの復活させるためにはですね、舞鶴市内にお金をこれ循環させる、そういった政策が必要なんですけれども、起死回生の方法が一つだけあります。しかも税金を使わずにほとんどノーリスクで大きな成果を生み出す方法が一つだけこれあるんですよ。ただし議会の承認が下りなければ絶対にできないので、私がこれ市長になればですね、頑張って説得するしか方法はないので、これ頑張りますね。はい、かなり専門的なお話になりますので難しいですが、これ聞いてください。その秘策は舞鶴から市街化調整区域をなくす、たったそれだけです。実は法律で建物を建てられる区域というのはですね、都市計画法という法律でこれ定められてましてですね、市街化区域がまあ普通に建物が建てられる区域です。皆さんが住んでいるですね、区域の大半は市街化区域です。西舞鶴の中心部も東舞鶴の中心部も市街化区域です。市街化調整区域はですね、逆に建物を、建築物を建てるのが大きくこれ制限される区域のことです。傘とか大浦ですね、与幌などこの舞鶴の、田舎がこれに該当します。市街化調整区域では元あるこの家の建て替えや、農家用の住宅、農業用の倉庫などしかこれ建てられないんですよ。例えば笠に住んでいる家族のこの息子さんがですね、結婚して別の世帯をこの持つということになりますよね。実家の近くの畑を潰して息子の家を新築したいとまあ計画したのですが、実はそれができないんですよ。法律的にこれできないんです。それが市街化調整区域です。建築するためにはですね、息子さんが例えばじゃあ農業をしているかなどとかですね、まあ細かなこのルールがあるんです。基本的にはですね、制限がかかります。自分のこの住んでいる土地に家を建てられない、そんなバカなルールが市街化調整区域なんです。このバカな法律、実はバブル期に乱開発が進み、その乱開発を抑制するために生まれた法律なのですが、日本はすでにもう衰退期です。今の時代に乱開発ができるほどこの経済は豊かではこれありません。そんな古臭い法律を推進しているのがこの今の舞鶴市政なんです。それはなぜか、舞鶴市の中心市街地へ舞鶴市民をこれ誘導したいんですよね。舞鶴版コンパクトシティというこれ政策です。市民を中心部に集めたらインフラの維持管理費がですね、安くなるというのがこれ表向きの理由なんですけれども、実は隠された裏があります。実は中心市街地の金持ち、土地持ちの多くが畳市長の支持者なんですよ。舞鶴の田舎を捨ててたくさんの人が中心市街地に住んでくれたらですね、誰が儲かりますか？そうです、畳市長の、支持母体である中心市街地の金持ち、土地持ちが得するんですよ。舞鶴版コンパクトシティのこの実態というのはですね、畳市長の支持者を得させるためにですね、市街化調整区域これ維持していると、これが真実であり、舞鶴の経済を大きくこれ衰退させた原因の一つでもこれあるんです。地域政党舞鶴は、舞鶴版コンパクトシティはこれ廃止します。市街化調整区域も廃止してですね、未線引き区域というこれ新しい制度をこれ導入します。
2000匹区域のこの導入によりですね、舞鶴市内の好きなところに家が建てられるようになります。もちろんこれね、一定のルールを設けてですね、乱開発はこれ抑制しなければなりませんけれども、基本は好きな場所に自分の家を建築できるようにします。そうすればどうなるのか。建築業界はこれもう新築住宅の特需でこれにぎわいますよね。その後はですね、舞鶴の不動産価格はこれ下落しますよね。そうなると不動産取引はこれ活性化してですね、不動産業界もこれ活性化します。不動産が活性化すれば新しい取引が生まれてですね、市街地にもですね、新しい家がこれ建ち始めます。都会のチェーン店なども安くなった土地でですね、新しいお店を、始めてくれます。今の舞鶴の商業地は高すぎるんですよ。人口規模に合わない土地の高さで、チェーン店は舞鶴の進出をこれ経営してるんです。土地が適正な価格になれば、新しい企業も舞鶴にこれ進出してくるんですよ。ここはですね、福知山なんかがすごく良い例です。舞鶴よりも福知山の方がですね、商業地、ロードサイドの価格が安いから、福知山がこれ賑わってるんです。そんなからくりなんですよ。地域政党舞鶴が進めるこの政策はですね、舞鶴版コンパクトシティのこの廃止と市街化調整区域を廃止して、2000匹区域というこの新しい制度をこれ導入すると。たったそれだけで新築の家が建て始めます。はい。建ち始めます。舞鶴の建築業界、不動産業界はですね、活気を取り戻します。都会の飲食店やカフェですね、服屋さん、靴屋さんなどですね、舞鶴に欲しかったあの有名チェーン店が舞鶴にやってくるかもしれません。最後にもう一つ、畳市長の支持者たちであるですね、この中心市街地の土地持ちやお金持ちの皆さんは、土地価格が下落してですね、一時は損をしたと思うかもしれません。ですがですね、今のままでは土地は絶対にこれ売れません。高い固定資産税を払っていくしかこの方法はないんですけれども、土地の価格がこれ下落するとですね、固定資産税も安くなって負担が減ります。今まで塩漬けになって売れなかった土地がですね、少し安くはなりますがですね、売れるようになります。地域政党この舞鶴が進めるのは、舞鶴版コンパクトシティのこの廃止と市街化調整区域を廃止して2000匹区域という新しい制度を導入する、たったそれだけで12年間止まっていた舞鶴の経済はこれ動き始めるんですよ。みんなが得をする新しいやり方をこの森本隆と地域政党舞鶴がですね進めていきますので、皆様のご協力をお願いします。